ノーザンファーム生産場の連勝は止まるのでしょうかということで、竹内です。こんにちは、こんばんは。ということでね、朝日杯の、予想をしていく前なんですが、まあ、ちょっと雑談がてら、いろいろ話したいなと思うんですけど、まあ、この秋の G1 ね、スプリンターズステークスこそね、負けたんですけど、それ以降ね、もう秋華賞、菊花賞、天皇賞、秋、エリ賞、マイルチャンピオンシップ、ジャパンカップ、チャンピオンズカップ、阪神ジュベナイルフィリーズとね、全部、ノーザンファーム生産場が8連勝ということで、まあ、今年の G1 ね、全体で言っても、22レース中17勝がノーザンファーム生産ということで、まあちょっとね、すごいなと。まあ例年多いっちゃ多いんですけど、こうもね、勝つのはね、やっぱすごいなと思います。はい。で、今回ね、朝日杯、に、挑む馬たちですけど、まあサリオス、大成ビジョン、レッドベルジェルの、まあ本当に有力馬がいる状態でね、もう、9連勝目濃厚なのかなというような状況にはなっていますね。はい。またね、大成ビジョンに、関してなんですけど、竹豊騎手は本当にある意味悲願のね、朝日杯ということで、まあ、こことホープフルを勝てばね、もう G1 完全制覇っていうことになるので、うん、まあでもなんかそれをやり遂げちゃうとね、なんか引退してしまいそうで、なんだか、嫌なんですけど、やり遂げてもらわない方が、なんかファン的にはね、安心するじゃないですか。でもなんかやっぱそれを悲願のね、それはファン的にやっぱ最終的に見たいなと思いますし、うん、なんか、ここもすごくね、おそらく竹豊騎手、気合がね、相当乗ってるんじゃないかなと思います。で、まあ、藤田七子騎手の、重賞制覇、僕はもうすっかり外しましたけどね、レース。で、竹豊騎手がここね、朝日杯制覇と。で、有馬記念にアーモンドアイが出てくることになったっていうで、まあ、この流れは本当に JRA 的にはまあ理想通りというかね、もう最高の形で有馬記念に行くというようなね、ことになるので、なんかその辺もね、うん、なんか今のこのなんかハッピーなね、競馬界のなんかいい流れのね、中で、まあ日本馬もね、すごく海外で香港で活躍してとかってもあったんで、なんかね、そういうなんかすごくハッピーな流れになってきそうな気もね、しなくもないなと思っております。で、まあそうですね、朝日杯、フューチュリティステークスっていうことになると、もう前走一着馬が大半の年度で勝利してるっていうのも、これ特徴ですよね。やっぱ33年前まで振り返っても、前走一着馬28勝。まあ、これもなかなかね、まあ、多いなと。まあまあ一着馬が多いんでね、必然的にそうなるっていうことはあるかもしれないです。で、今回登録馬見てもまあ前走一着馬たくさんいますし、うん、まあそれでもだから不思議ではないっていうね、見方はできるんですけれど、まあそうですね、まあそれ確実にね、前走一着馬が連勝してここで2歳チャンピオンになるっていうことはね、決まってるわけではないので、まあその辺はあまり気にせずにね、今回予想させていただきました。はい。で、今回でやっぱ特徴的なのは、多分皆さんね、違和感というかね、まあ僕は思いっきり違和感感じてるんですけど、ジョッキーがね、乗り換わりまくりじゃないですか。これちょっとね、どうなんだろうなと思いますよね。はい。まあちょっと予想、注目馬の話に行く前なんですけど、まあウィングレイテストは松岡騎手連続です。うん。で、エグレムリが、松岡騎手から福永騎手に乗り換わり、カリニートが国分優作騎手から三幸騎手、で、グランレイは池添騎手とまま、サリオスは石橋騎手からムーア、ジュンライトボルトはスミヨンから、岩田、で、大成ビジョンはルメールから竹豊、タガノビューティーは石橋から和田、で、トリプルエースは和田からビュイック、で、ビアンヘは、まあ、藤岡、プリンスリターンは原田ですけど、またここからペールエールはデムーロからマーフィー、で、マイネルグリッドは国分優作騎手連続、名勝地帯も松山騎手で、ラウダシオはルメールですけど、最後レッドフェルジュールが竹豊からスミヨンということで、まあこんなにもね、乗り換わるかと。乗ってる馬がね、あるのにも乗り換わりをしてますし、うん、なんかなんでしょうね、やっぱこのぐらいの時期からね、人馬一体でね、ほんと新馬戦からずっと行って、なんかダービーを取ってとかっていう、なんかそういうなんか美しいね、人馬のなんて言うんでしょうかね、そう、まあ、コンビ、タッグ、パートナー、なんかそういうものがやっぱね、どんどん失われてきてるなっていうのは、なんかすごくこの、今回のね、乗り換わりの、この状況を見るとね、すごくなんか感じるところだったりしますね。ちょっとね、寂しいなと思います。はい。で、まず、まあ、有力馬の方をちらっと行くと、まあ、注目馬とは別なんですけど、まあ、サリオス、うん、やっぱサリオスが、まあ、どうやっても一番人気になると思いますよね。で、まあ、先週のリアメディアのことがあったので、あれがなければ多分もっと人気した気がするんですよね。あれがあったので、ちょっと人気を落とすんじゃないかなと思うんですけど、やっぱ、ショート数で走ってきてとか、まあ、そういうところがあったりするんですけど、まあ、この馬に関しては、
ショートス相手でもね、自分の競馬ができて、ものすごく強い競馬をするので、まあ、強いことにはね、間違いがない馬だと思います。はい。で、まあ、ちょっとこの馬早生まれなんですよね。早生まれなので、まあ、この5年のね、阪神の、このレースだけで見ると早生まれの馬って成績が良かったりするんですけど、まあ、この馬って、1月生まれですよね。で、僕やっぱ、普段、まあ、自分の指数であったりロジックであったり馬券買う時からだいたいね、1月生まれと、まあ、6月生まれ以降の、まあ、馬券から外すのが多いんですよ。で、なんでかというと単純に回収率が低いっていうところがあるんですけど、うん、ただまあこの時期だったらまあ確かに関係はないのかなっていうところもあるんですけどね。まあまあ、 この5年だけで見ると早生まれがいいからっていうところも実はあんま関係なくて、うん、まあ早生まれが不利っていうところもまあこの時期には関係ないぐらいのところで、まあフラットに見ていいんじゃないかなというように思いますね。うん、まあまともにね、走れば先行して、そうですね、まあこの馬の競馬をちゃんとすれば、まあ、上位争いはするんじゃないのかなと思いますね。もうよっぽどもう本当に阪神がダメだとかね、まあ、東京で2回走ってるんで、うん、そことの違いでね、戸惑うようなことがなければと思います。で、体制ビジョンに関してはですね、さっきもちょっと話題にしましたけど、まあ、マイルはね、もう当然こなせるんだろうなと思います。まあ、距離が伸びてね、追走が楽になればもっともっと力出せそうなので、長い距離の方がいいんじゃないのかなというイメージもありますね。で、まあ、さっきも言った武豊騎手のね、朝日杯の、悲願の制覇、まあ、そろそろ叶えてほしいなと思っているところなんですけど、まあ、この馬結構ちょっと折り合いをね、一瞬変えたりするので、まあ、その辺が折り合うことが重要な馬だったりするので、まあ、武豊、まあ、豊様はね、合いそうな印象はします。はい。あと、レッドベルジュールに武豊騎手が騎乗してたっていうところで、まあ、天才武豊ですからね、一頭ライバルのことをね、自分が乗って把握してるっていうところで言ったら、この馬ちょっとメリットがあるなと、その点のアドバンテージがあるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。上位争いする力は当然もう満ち溢れてる馬だと思います。はい。人気どころ、おそらく 1,2,3 万人気ここになるんじゃないかなと思うのが、まあ、レッドベルジュールですよね。で、まあ、前走ね、内をね、まっすぐ突き抜けて快勝したんですが、まあ、新馬戦2戦目とね、全く違う競馬で、勝利してるっていうところは、まあ、当然すごい、うん、すごい馬だなと思います。はい。で、その経験は絶対武器になると思うんですけど、まあ、前走みたいにでも内がずっとぽっかり開くとは思えないですし、まあそうですね、これはでもサリオスにも言えることなんですけど、3戦すべて違う騎手で3連勝して G1 勝利って、いや、そんなハードルは低くないことだと思うんですよ、僕的には。もともとやっぱ G1 って、まあ、乗り換わりは別としても、まあ、点乗りとかって非常にね、以前であれば回収成績が悪かったって、やっぱ人馬一体じゃなければ勝てないよっていうのが、まあ、トップの戦いだったはずなんですけど、まあ、最近はね、ちょっと外人ジョッキーとかが強すぎて、そういう傾向はずれてきてますが、新馬2戦目と違う競馬をしてまた違う騎手が乗るとなると、まあそうですね、こういう作戦で行こうっていうところがね、プラン A、プラン B、プラン C とかって考えてた時に、結構選択肢が増えれば増えるほど難しい部分はあると思うので、その点はちょっとどうなのかなっていうところはありますけど、当然強い馬、この3頭っていうのはやっぱり3頭揃って馬券からぶっ飛んでいくっていう可能性は低いのかなと思います。はい。はい。で、まあ、そんな中で、注目馬というか、まあ、僕が買う馬ですね。もう、買うと発表したら買うと決めている、このチャンネルの、しきたりなんですが、まず1頭目がですね、はい、ジュンライトボルトを買いたいと思います。で、まあ、両馬場なら買いたいなと思ってたんですけど、まあ、晴れそうですからね。はい、買うと決めました。で、まあ、デビュー5戦目になるんですけど、まあ、とにもかくにも天気が良さそうなら、両馬場だったら買おうっていうふうにもう前回のレースのあたりから決めてましたね。はい。で、まあ今の天気予報なら OK ですというところなんですけど、過去4戦、唯一両馬場だった阪神戦8で勝利しているというところなんですけど、まあ他のレースとね、他のレースが全部重馬場以上だったので、まあそこと比較してね、このレース何回も見たんですけど、まあその両馬場の阪神の時の方が一番ね、まともにまっすぐね、走っているように、まあ僕の目としては見えました。で、まあ、両馬場の方がよくて右回りの方がいいんだろうなという、まあ、印象はあります。はい。ただ、このレース以外、そのレース以外はもう左回りのやや重以上か右回りのやや重の強ということなので、まあ、阪神のマイルの両馬場っていう舞台で人気がないんだったらね、まあ、中穴ぐらいになると思いますけど、ぜひね、条件的にも一番力が出せる可能性があるので、狙いたいなというふうに思っています。はい。
で、まあ、その阪神でね勝利しているっていう、まあ、未勝利戦ではあるんですが、まあ、負かした馬の上位4頭ですね、着順の、まあ、この馬が1着だったんでそれ以下の馬なんですけど、まあ、実装すべて馬券内ですし、まあ、4頭とも未勝利戦をね勝ち上がっているっていうところで、ミリオンダラー馬券術のあるレベル的に言うとこうマイナスのレースだったんですけど、上位どころっていうのは非常に揃ってたなと、いい馬がいたなっていうところで、そこは評価材料にね一つしています。はい。で、前走ベゴニア賞ですねに関してなんですけど、まあこの馬は2着ですね。ジュンライトボルト2着でした。で、勝ち馬が、ミヤマンテだったんですけど、まあデビュー戦大馬場でね、デビューして勝って、で、まあ今回このレースが不良だったんですけど、うん。このミヤマンテとしてはね、そういう舞台がまあ得意なのかなっていうところもありますし、逆にジュンライトボルトは渋った馬場、結構気にしつつですね、まあ持たれたりもしながらの競馬でまあ2着だったっていうことで、うん。これまあ条件がね、両馬場だったらっていうだけでも結果がね、違ってたと思いますし、まあ着差が詰まってたかも逆転してたかもしれませんし、まさにこの、タラレババ剣道的なところで言えば、まあ前走不良の左回りですね。で、負けてくれてね、ちょっとオッズ的に今回買いやすくなるのでありがとうという感じで狙いたいなというのも一つ理由になっています。はい。で、まあ、ベゴニア賞に関しては、まあ、サトノアレスがね、勝利した時よりね、まあ、頭数が少ない中の2着なんですけど、まあ、そこをちょっと物差しにすると、R レベル的にはサトノアレスの時が、こう、マイナス判定だったんですよね。で、今回、ジュンライトボルト2着だったところは、こう、プラス判定なので、まあ、ここ十分評価できるなと思いますし、1800メートル、まあ、このジュンライトボルトに関してですね、で、阪神の未勝利の1800メートルを勝っているというわけなんですけど、まあ、阪神でね、朝日杯が、開催されるというところで、まあ、1800メートルで勝利している馬の活躍、1800メートル以上ですね、っていうのは目立ちますし、うん。まあ、この馬、ジュンライトボルトに関しては、これまでよりも力が出せる、であろう状況が揃った中で、おそらくね、中和な人気ぐらいになってくれると思うので、ちょっとね、そこの点のね、オッズ的な魅力も含めて狙いたいなと思ってます。はい。まあ、この馬を単幅だけ買おうかなというプランもちょっとあったりするんですが、まあ、そうですね、この馬単幅は、最低限確実に買うと思います。はい。で、そうですね、人気ないところの方で、まあ、注目してる馬、狙っていく馬なんですけど、マイネルグリッドはね、ちょっと前走不可解だったなっていう、まあ、不可解というか、まあ、ちょっと理由はあるとは思うんですが、3連勝から、前走大敗をしたというところで、気象的な問題がね、あると思います。はい。だから常に安定するタイプではないので、まあ、3連勝したのもね、まあ、そこは力の違いだったのかもしれませんが、まあ、前走に関しては、反論が 53.3 秒で、最後1反論が 11.8 秒って結構いい時を出していました。で、まあそれでカリカリしてたのかなと、ちょっと気持ち入りすぎたのかなと、まあ前走のね、KO 杯2歳ステークスがちょっとイライラしてる、カリカリしてるところは、見ましたので、まあそこを原因かなとは思ってたんですけど、まあ今回調教見たらね、反論でもまあウッドでもゆっくり使いつつ、まあ中間プールも入れたりなんかして、とりあえずね、この馬を落ち着いた状態で、いい状態で出走させようっていうところの、戦略が、ちょっと調教からはね、見えてくるので、やっぱそれが原因だったのかなと思いますし、まあその3連敗から大敗した、その原因にね、直接メスを入れてるようなところなので、そういうなんか陣営の考え方が見えてるっていうのは本当に僕的には好感度が高いなと思いました。はい。で、もう能力的にはね、やっぱ3連勝、まあなかなか3連勝できることじゃないですしね、はい。まあその点も考えて、まあこちらも人気がないことを想定すれば、本当にその調教を、で、前回の敗因を埋めてこようとしてるっていうところで言ったら、本当に買いたい一頭だなというところで、はい。その一点、まあそれ以外にも理由はありますけど、まあ一番大きいのはその理由で買いたいなと思っています。で、3投目なんですけど、ウイングレイテスト。ウイングレイテストですね。はい。この馬は、ちょっとすごく気になってるというか、まあ、前走、デイリーハイにサイステークスで、レッドベルジュールにね、負けて2着になってるというわけなんですけど、まあ、この馬直線で、まあ、内からね、来て、よれてるのか、よれてるのもあると思うんですけど、前の馬を避けるために、ね、内から外にこう移動しながら、走ってたというところで、まあ、外へ外へ移動しながら上がり 34.2 秒で、で、レッドベルジュニー 0.2 秒差のタイムっていうのは、まあ、相当ね、この馬もいい競馬をしたなと思います。はい。力があるなと思います。はい。で、まあ、ロスはしてるわけなんですけど、その分。まあ、操縦性の高さといいますか。まあ、そういうのに対応できるっていうところが見えたのは、まあ、ちょっと特徴の一つとして注目をできるポイントだと思いましたし、前走に関しては休み明けだったっていうこともあって、まあ、最後ちょっと疲れてね、ちょっとよれてたようなところがあったにも見えました。で、一回使って、
ここっていうのはちょっと僕はこの馬もやっぱオッズ面、まあそれは上位人気の一角には入ったりしないと思いますので、そういうところも考えたらちょっと買いたいなと、美味しい一頭になってくれる可能性が結構あるんじゃないかなと思って、狙ってみますね。はい。で、11日の調教後ですね、の馬体重を見たんですけど、498キロということで、そうですね、前走よりもまたさらに10キロぐらい、その時点で増えてるんですけど、まあ輸送もありますしね、また体重がね、減ってくるとは思うんですが、まあ輸送があるんですけど、8日のね、8日の日曜日にもね、反浪を使ってたりしますし、まあ結構調子がいいんだろうな、この馬と。今、ガンガン行こうぜっていうね、ドラクエの作戦じゃないですけどね、あの状態にちょっと入ってるんじゃないかなというような印象はありましたね。で、まあ、レッドベルジューロに逆転、僕はできても不思議じゃないと、前走のレースで思ったんですよ。で、レッドベルジューロほどの馬との評価を物差しにしたら、十分、他の馬とも戦えるので、上位争いのチャンスがあるかなと思いますし、オッズ的にも、まあ、つくはずなのでね、この馬も、まあ、単勝、複勝、買いたいなっていうふうには、思っております。はい。まあ、そんなわけでですね。まあ、さっきも言ったみたいに、まあ、ジューンライトボルトの単服と、ウィングレイテストの単服は買いたいなと思ってます。マイネルグリッドはちょっとオッズ次第ですね。うん。どっち、僕の思ったよりはなんか安くなるような気もしなくもないですよね。人気はないはずなんですけど。うん。ただ、まあ、この3頭ですね。この3頭の、そうですね。まあ、ウマレンとかワイドの。ボックスはまあいつも通りね、買いたいなと思います。でサリオスレッドベルジュール体制ビジョンに関してなんですけど、まあ、この辺がね頭できてしまうとやっぱどうしても配当的にあれなので、まあそうですね、2着につけてね、馬単でね、今注目馬として挙げた馬からまあ狙っていきたいなと思っているのと、あと体制ビジョンだけはこの馬を頭にして、で、まあ純ライトボルト、そうですね、ウィングレイテストとマイネルグリッドあたりにね、あたりというかこの注目馬でアップした3頭にはちょっと馬単で買ってみたいなと。今年もね、言うてあと、これが終わったらもうアニマがあって、で、ホープフルがあって終わりなんで、まあ、今年は多分この動画で言ったら、全部トータルで言ったら、まあ非常に良い結果をね、トータルでは出せたと思うんですけど、まあ最後ね、こっから尻すぼみでね、12月何にも当たらずに終わるというのは切ないものがありますので、うん。朝日杯も、当たればいいなと思って、注目をね、こうやって発信させていただいておりますし、まあ有馬記念、まあ最後ホープフルまで、もしかしたら地方もやるかもしれませんが、その辺も、頑張ってね、これからもやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ、チャンネル登録とか高評価とかいただけたら嬉しいなと思っております。まあ冬なんでね、ちょっと心が寒いんで、あんまりね、低評価とかがあるとね、ぐさ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 きますんで、はい。なので、皆さんでちょっと温めていただければ嬉しいなと思っている次第でございます。ということで、竹内でした。さよなら。